はい、どうもこんにちは。今直してる小松のユンボ、着々とね修理が進んできて、この前このシリンダーのねオイル漏れも無事直すことができました。でその時にちょっと漏れたオイルを見たんですけど、だいぶね劣化をしてるんですよね。一度も交換はしてないと思うので、今日はねオイルエレメントと可動油を交換していこうと思います。もちろん今回も初めてやる作業なのでどうなるか分かんないんですけど、やっていこうと思います。それではやっていきましょう。それではね、作動油の交換をやっていきましょう。まずは、この圧を抜いた方がいいかな。オイル注入口、こちらに圧がかかっているっぽいので、圧を抜いてエレメントを交換していこうと思います。エレメントはこっちなのかな。エレメントはこちらにあるみたいなので交換していこうと思います。いろんな部品をね交換して、どんどんね綺麗にはなってきてるんですけど、やっぱりねこのやればやるほどいろんな部分の粗が目立ってくるというか、あの劣化してる部分が気になってきちゃいますね。はい、じゃあこのねボルトを抜くとこんな感じで中が取れます。オイルはやっぱりねもうほとんど抜けてしまったので、そんな入ってないですね。圧が抜けたので可動油交換していこうと思います。とりあえずエレメント確認しましょうか。うわーすげーなこの状況洗いたいぐらいだけどな、どうしよっかな。作業が終わったら高圧洗浄でここ洗っていこうと思います。このエレメントが回るかどうかだな。あーね、よし、ちょっとデカめのエレメント回しが必要ですね。これはその前にオイルを先に抜いてしまいましょう。硬っ、めちゃくちゃ硬いマジ緩まん。あまり良くはないですけど、インパクトでいきましょう。硬すぎるな、これパイプ入れないと無理だな。はい、今ねなんとか緩めました。ただ低い硬さ、うわめちゃくちゃ汚れてる。うわドロドロだな。全部抜けきるまでちょっと待ちましょう。その間にねオイルエレメントの方を外していこうと思います。バイクの交換したチューブがあるので、これで巻いて回らないかと。回らんな。ちょっとゴムをタイダウンで巻いて回してみましょう。よっしゃよっしゃ、うわよしよしよし、おー参りましたね。はい、これがね今回新しく交換するオイルエレメント。社外でねそんな高くなかったんだよな、2000円とかしないぐらいの金額で購入できました。じゃあこれをつけていきましょう。オイルをリングに塗って、まあ、締めるときはねあのゴム手して締めでがっつり締めとけばこんな感じで大丈夫だと思います。ここのねドレーンボルトのオーリングが入ってるので、これを交換しようと思うんですけど、オーリングのセットが売ってるんですよね、アマゾンとかで。ドミコレっぽいな。あーでもそんな硬くないな、変形はしてるから。でも買いましょうか。よし、はい、こんな感じでつきました。よし、OK です。じゃあオイルを入れて、折れないかちょっと見ましょう。作動油硬いですね、やっぱり。小松のね
この佐渡湯ってまたちょっと特殊らしくて、普通のねハイドロオイルみたいなのではなくて、ディーゼル用のねエンジンオイルを使うっぽいんですよね。はい、今ねちょっとある程度入ったので湯量をね測る姿勢に移していこうと思います。これがね佐渡湯の計測姿勢らしいです。ただねメーカーによって違うみたいなので確認した方がいいのかもしれません。まだ足りない。ちょうどこの丸のところまでね来ましたね。だいたいというか、20リッター、丸々使った感じですかね。ちょっと蓋を閉めて加圧して、もうねそれでオイル交換完了なので、組み付けていこうと思います。よし、エレメントもとりあえず漏れなさそうなので一旦閉めてからね、また洗浄するときに当てて洗おうと思います。はい、とりあえずこんな感じで交換が終わりました。今回ようやく消耗品類の交換がなんとか終わりました。機械的なものの修理、ベルト、オイルエレメント、エンジンオイル、フューエルエレメント、そして佐渡湯のエレメント、さらにはねこちらのねシリンダーのオイル漏れも2箇所無事に終えたので、ようやくこれで少し使えるんではないかなと思います。はい、そんな感じでね、またねだいぶ古い機械なのでちょこちょこ直しながらやっていこうと思います。まあこれでねどのぐらいね掘ったりとかいろいろできるのかっていうのもねちょっと楽しみなので、引き続き小松の PC07 の動画お楽しみいただければと思います。はい、じゃあねそんな感じでまたね DIY とか道具の紹介とかこういった整備とかレストアの動画も上げていくので、よろしければ高評価チャンネル登録お願いします。今回もご視聴ありがとうございました。バイバイ。